おはようございます。ウェザーニュースキャスターの鈴木里奈です。今日11月14日水曜日の全国の天気をお伝えします。まずは今日の天気のポイントを見ていきましょう。今日は西高東低の気圧配置となります。日本海側のエリアは雲が広がり、にわか雨の可能性があるので折りたたみ傘があると安心です。東日本は晴れて穏やかな空となります。昼間日向ではぬくもりを感じられますが、日陰では肌寒い体感となるので暖かい服装がおすすめです。また北海道は寒気の影響で昼間も肌寒い体感が続いていきます。外出の際はしっかりと防寒をしてください。今日の天気のポイントを見ていきました。それではアイコンでも確認していきましょう。今日の日本海側のエリアは雲が主役の空となります。日差しが届くところもありますが、にわか雨に備えて雨具をご用意ください。一方太平洋側のエリアは太陽が活躍、昼間日向ではぬくもりを感じられ過ごしやすい体感となりますが、日陰ではひんやりとするので服装選びに要注意です。北海道太平洋側は日差しが届くのですが、その他のエリアは雲が多く時々雨が降ります。旭川には小さく雪のアイコンがついていますが、道東や道北、道央では市街地でも初雪の便りがありそうです。北海道は昼間もあまり気温が上がりません。暖かくしてお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も元気にいってらっしゃい。